はい、どうもみなさん、こんにちは。ゼッコです。それでは今回なんですけども、GoToEat キャンペーンの早期終了の可能性はあるかくら寿司が無限ループを推奨。レティでお得な予約方法も解説ということで、今回は GoToEat キャンペーンに関する動画ですね。この動画では GoToEat キャンペーンの最新情報とお得な予約方法についてお伝えしてますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは行ってみましょう それでは早速お伝えしていこうと思うんですけども、今現在この GoToEat キャンペーンなんですが、10月の1日から10月の9日時点で、開始約9日ぐらいですね。その時にですね、農林水産省が記者会見を行いまして、約558万人の方が GoToEat キャンペーンでの予約を行ったということでした。で、その時にですね、全員が全員これが予約完了すれば、ポイントの付与額が約49億円ということだったんですよね。 まあ、パッと聞いた感じ、あんまりピンとこないとは思うんですけども、ちょっと続きがありまして、で、また10月の23日の農林水産省のまた記者会見の時に、これは10月の1日から10月の16日時点の開始日からですね、含めて、約1092万人の方が予約を行ったということでございました。で、これがですね、開始16日で98億円分ということの発表もあったんですけども、 元々はこの GoToEat キャンペーンに関してのもうポイント事業予算額っていうことで決まってたんですよね。これが616円ということで決められてたんですが、それがですね、この16日間で98億円ということで、単純計算をしたら、残りが約3ヶ月と半分ということだったんですよね。なので、まあこの日付でざっと計算したら、2021年の1月からまあ2月あたりぐらいなのかなというふうに思います。ちょっと計算間違ってたらすいません。で、この記事のところにまあ一言コメントがあったんですけども、 9日のところと含めてもやや比較したらペースが上がってるらしいんですよ。なのでキャンペーンの目的は果たしてるということだったんですよね。 で、一応ですね、ちょっとおさらいなんですけども、このプレミアム付き食事券とオンライン飲食予約、それぞれちゃんと期限というのは決まってまして、プレミアム付き食事券に関しては有効期限が2021年の3月まで、そしてオンライン飲食予約に関してはポイント利用は2021年の3月までということになってます。なので、まあ、先ほどのその予算額から簡単なその計算しかしてないんですけども、場合によっては、早期終了の可能性っていうのもあるのかなっていうふうにもちょっと僕の方でよぎりました。まあ、その予算を増やすのかどうかというのはちょっとわかんないんですけども、 先ほどの単純計算をしたら、ちょっとここまで足りるのかなというふうにも思ったので、まあ、もしね、GoToEat キャンペーン使うのも検討されてるとか、どうしようかなというふうに考えてたらいつの間にかっていう場合もあるので、そこは少しね、頭の片隅に入れておくのもいいのかなというふうにも思いました。 まあ先ほどお伝えしたことに関連してくるんですが、本当ね、今世の中的に GoToEat キャンペーンが盛り上がってるとこではあるんですが、結構大手のチェーン店もすごい参入してきてるんですよね。で、一部このくら寿司っていうところ皆さんご存知ですかねもしかすると地域によってはあったりなかったりするところもあると思うんですが、このくら寿司が結構、んっていうような取り組みをやってたので、まあちょっとお伝えしたいと思います。 ま、今朝ですね、僕もツイッターで呟いたんですけども、こちらですね、g o t o e e t キャンペーン、g o t o e e t ご予約で、くら寿司ならずっとお得ということなんですよね。ランチの予約で500円分、そしてディナーの予約で1000円分のポイントがゲットできると。ま、ここまでは大丈夫なんですよ。ですけども、ちょっと見ていただきたいのはここなんですが、 ディナーでの公約の例ということで、家族3人で3000分の食事をすると、そして3000ポイントがもらえるということですね。で、ちゃんと米印でも書いてる通り、税込3000以上の会計が条件ということで、ここまで OK ですよね。 で、その、もらった3000ポイントで3000分の食事をすると。そしたらですね、また3000ポイント再びもらえるようになるんですよ。で、さらにまたもらった3000ポイントで3000分の食事をするということで、いわゆるその、無限ループって言われるんですかね。それにちょっと近いような形を、まさかのその、くら寿司が推奨してたので、僕ちょっとこれ見た時にびっくりしたんですよね。 まあ結構ね、こういったことに関しては、企業さんがその推奨するってことはあまり見かけることはほぼほぼないと思うんですけども、まあ今後これがどういった風になってくるのかっていうのは、ちょっと僕も少し気になるところではありますね。まあですけども、僕もね、ちょっとこのキャンペーン使ってくら寿司行きたいなという風に思ってたんですが、 まさかのね、この蔵寿司に関しては GoToEat テーブル予約ということで、格好書きのところを見ていただくとわかるように、ご利用は2名様以上からっていうふうに記載があったので、まあしょっちゅうね、一人で食事する僕からすると、あまり関係ないキャンペーンだなっていうふうにも思いました。まあぜひね、ご家族とかで蔵寿司利用される方はね、かなりお得だと思いますので、使えるうちはうまく使ってみるのもいいんじゃないかなっていうふうにも思います。そしてここからなんですが、オンライン食予約サイトのですね、まあ予約の方法とか、 ま、お得な方法ということで僕の方でちょくちょくね、お伝えしていると思うんですが、今回ですね、まだちょっと動画にしたことなかったので、このグルメサイトのレディというところですね、ピックアップしてお伝えしたいと思います。ま、結構お得なんですよね、これが。ま、念のためですね、ま、どんな風に使ったらお得になるのかっていうことでも、サクッとお伝えすると、まずオンライン飲食予約サイトに入る前には必ずポイントサイト経由をした方がお得ですよということ。そこからオンライン飲食予約サイトで、ま、席の予約とかコースの予約をすると。 で、最後にキャッシュレス決済を行えば、それぞれの恩恵を受けることができるということですね。で、この手順に沿って早速ですね、レティを使ってみたいと思うんですが、まず、ここのサイトですね、ちょっと僕まだお伝えしたことなかったんですが、このポイントサイト横断検索ということで、ドコトクというサイトなんですよね。 このサイトの役割として、どこのポイントサイトが今現在だとお得かっていうのをリアルタイムである程度調べることができます。で、どんな風に使うかというとめちゃくちゃ簡単なんですが、ここの入力項目に調べたいキーワードを入力して検索を入れます。まあ、今回だと、レティという風に入れます。で、検索をかけると、ご覧のように今28機が見つかりましたということで、レティでどのポイントサイトが高いポイントをもらうことができるかという一覧がざっと並ぶんですよね。 で、見ていただいたらわかるように、この10月25日時点だと、よくね、僕が動画でお伝えしているこのポイントサイトの笑うというところがまさかの950円相当をもらうことができるんですよね。で、もちろんね、他のポイントサイト利用されている方はそちらを優先で使ってもいいと思いますし、まあ僕の場合は臨機応変にそれぞれ使い分けているので、今回はこの笑うを使って予約をしてみたいと思います。 で、早速ですね、ポイントサイトの笑うを開いていただくと、ここにポイント情報を探すという検索の窓がありますので、ここで同じようにレティという風に入れて検索をかけます。そしたらですね、検索結果のレティがここに出てきますのでタップしてください。で、レティのちょっとした説明画面が出てくるので、ま、ここを見ていただいたらわかるように9500ポイントがもらえます。まあ、この9500ポイントってのは、笑うで言うと950円相当になります。まあ、めちゃくちゃお得ですよね。 で、この画面を少し下がっていただくといろんな注意書きがあるので必ずポイントサイトを利用するときはここをしっかりと読んでください。 で一部だけですね、ちょっとピックアップしたんですけども、今僕が使ったこの10月25日0時時点なんですが、今出てるようにですね、現在レティ申し込みにおいて通常記載に遅延が発生しております。原因は現在調査中です。5分おかけしますが、今しばらくお待ちいただけますようにお願いしますということでしたので、まあ、使ってもちょっとなかなかね、笑う側に反映されないということもあったりするのですけども、まあ、こんな風にも注意書きが出てるので、しっかりとチェックしておいてください。そしてあとここですよね。何度ご利用されてもポイント対象になりますということですので、 一応、ここに出てる限りは、11月15日までであれば、笑う経由が結構お得だと思いますので、それまでの間にね、GoToEat キャンペーンを使う場合は、笑う経由がいいと思います。で、早速予約するので、ここのポイントを貯めるをタップしたら、ご覧のように、レティの公式ページが出てきます。でですね、ここのレティというタイトルのところをタップしたら、こんな風にレティのトップページに切り替わります。で、予約をする前に、まずご自身のアカウントの登録もしくはログインを行わないといけないので、ここをタップしたら、 ご覧のように、Facebook でログインしたりとか、もしくは Yahoo Japan ID とか Twitter でもログインすることができるんですけども、僕は Yahoo Japan ID 持ってますので、それでログインをしてみました。で、うまくログインができたら、ここの GoToEat キャンペーン最大1人1000円分クーポンがもらえるというところがありますので、ここをタップします。で、次にですね、ご自身が住んでる地域の駅とかの、まあ、条件をですね、入力する項目があるので、ここの検索バーをタップしたら、 こんな風にいろいろ入力していく項目が出てきます。まあ、僕の場合はですね、福岡の天神というところに行く用事があったので、そのまま西鉄福岡駅っていう風に入力をしました。で、あと右側にですね、しっかりと GoToEat キャンペーンという風に入ってるかどうかっていうのもしっかりとチェックしておいてください。そしてあとは空席確認ということで、僕が行く日付と行く人数、そして行く時間を入力して検索をかけます。今回僕が利用したお店はこの磯っ商店福岡天神店というところですね、ここに行ってみました。 で、もろもろのですね、まあ、入力する画面が出てくるので、行く日付とか時間帯を入れてタップします。で、次にコース選択の方が出てくるんですが、まあ、大体ランチのお店っていうと、座席のまあよ予約だけにはなるんですが、ちょっと下にですね、GoTo 棚飯500円ランチというのがあったので、まあ普通はね、これを選択していけばいいんですけども、ちょっと僕自身この店に行くのが初めてだったので、どんなメニューがあるのかっていうのを気になったので、今回は席のみの予約をしてみました。 で、そのままですね、予約ができますと、予約の管理画面に確定した予約が入ってます。ここまでで予約は完了となりますね。で、早速ですね、ちょっとお店に行ってみたんですけども、一つだけちょっと気になったことがありまして、まあ、今回は当日予約、ちょっと字間違えたんですけども、当日予約を行って店に行ったんですが、まさかのその、レティが混み合ってたかどうかっていうのはわかんないんですが、店員さんからあれ予約がされてないみたいですねっていう風に言われたんですよね。一応僕の予約の管理画面とメールの方を見せて、まぁ、あ、なんとかなったっていう風にはなったんですけども、 もしかすると人によっては店側に反映されてないとかそういった場合もあるかもしれないのでそこはしっかりと確認した方がいいかもしれないですね。そしていろいろ確認してもらった上で早速ちょっとね料理を注文したんですが今回僕が選んだのは選べる3品ということで1080円税込みのランチのメニューを頼みました。 で、届いた料理がこちらですね。ハマチの刺身と、あと、だし巻きと、明太子と、そして、チキンナンバーというね、かなりね、野菜が全然ない感じの選び方をしたんですけども、大満足のランチでございました。で、最終的にどんな風になったかっていう風にまとめるとこんな感じですね。まず、ポイントサイト経由をすることによって、笑うで950円相当がもらうことができました。もう、この時点でもうランチ代をほぼほぼ浮かせてるような感じですよね。もうお得ですよね。で、オンライン飲食予約サイトに関しては、今回、レティを使ったので、 ランンチタイムのの円分のクーポンをもらいましたで最後にですね、キャッシュレス決済なんですけども、これ3.5%還元って書いてるんですが、これはどういったことかというと、僕はソフトバンク Y モバイルのまとめて支払いというのを使ってます。まあ、y モバイルユーザーなんですけども、それを使うことによって、ビザラインペイクレジットカードでチャージをして、そこでお店ではペイペイ決済を行ったので、実質これで3.5%分の還元を受けてるということになります。 まあ決済方法に関してはお店によってバラバラですのでご自身が好きな決済方法を使ってお得に決済してみるのもいいんじゃないかなという風にも思いますまあそんなこんなで今回は GoToEat キャンペーンが早期終了する可能性もあるかもしれないということと倉寿司の無限ループ あとは、グルメサイトのレティを使ってのお得な方法についてお伝えさせていただきました。いや、ここ最近ね、本当ゴートイートを使って予約をするたびに、行くお店行くお店が本当にね、ゴートーイートキャンペーン使って予約してきましたっていうお客さんがなんか増えてるすごい印象ではあるので、本当にあとここ数ヶ月でも、めちゃくちゃ盛り上がってくるんじゃないかなというふうにも思います。 オンライン飲食予約サイトに関しては、盛り上がってくるにつれて、なかなかね、予約が取れなかったりっていう場所があったりもするかもしれないので、まあそこら辺はね、余裕を持って事前に日にちを決めて予約するのもベストだと思います。先ほどお伝えしたポイントサイトの笑うの登録がまだの方いらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。